大変長らく市民球場です。オリックスバファローズ対中日ドラゴンズ、この試合の模様をお送りいたします。バファローズの先発は右の前、対するドラゴンズの先発は右の梅津、以上の両先発。さあ間もなくプレイボールです。右の前、マウンドに上がりました。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターは三好。三好弘則、はい。第9球投げた、初球打った、三遊間の当たり、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番伊藤。背番号49、伊藤浩介。第9球投げた、スライダーボール。さあ次の投球、決まった、ストライク。投球はこれから3球目、3球目空振り、追い込んでいます。次は4球目、投げた、打ちました、ファールボール。投球これから5球目、アウトロー際どい球、ボール。さあ6球目、ボール。第7球は外れました、フォアボールです。際どいところでしたがフォアボールです。渡辺勝。第9球投げた、危ない球。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げました、3球目空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、アウトコース低め、外れてボール。第5球投げました、打った、痛烈な当たり、クリーンヒット。一塁ランナー三塁へ向かう。渡辺、いいバッティングを見せました。バファローズ先制のピンチを迎えます。第9球ボール。第2球内角低めいっぱいストライク。第3球は低めのボール引っ掛けた、一塁送球アウト。これでツーアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。第9球投げました、アウトローを見送ってストライク。まずは決めてきました、投げました、ストライク、軽く追い込んでまいりました。投げた、高め、ストレートは外れてボール。次は4球目、投げた、打ちました、セカンド、これは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。前、ワンアウト二塁三塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。バファローズ立ち上がりを無得点に抑えています。2回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。トップバッターは石川。第9球投げた、完全に外れた、ボール。第2球カーブ決まってストライク。第3球を投げた、スライダーボール、アウトローへ。投球これから4球目、流し打ち、ファール。第5球投げた、外角低めいっぱい、見逃し三振。セカンドベースメン、背番号63、堂上直美ちゃん。第9球投げました、インロー際どい球、ボール。投球これから2球目、変化球ストライク、アウトローへ。第3球を投げました、空振り、追い込んでいます。追い込んでから投げました、見送ってボール。次は5球目、内角低めいっぱい、見逃し三振。キャッチャー背番号27、大野翔太。第9球投げました、初球見送ってストライク。第2球投げました、打ちました、抜けた。大野ナイスバッティングです。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。星野真央。第9球投げた、ボール。第2球投げた、打ちました、セカンド左への打球、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。ドラゴンズファーストランナー残塁、2回の表が終わって0対0です。ドラゴンズこの回1番からの高打順になります。先頭バッターは三好、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。見送ってボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、4球目ストライク。追い込んで投げた、縦のスライダー、ボール。第6球を投げました、ストレート、見送ってフォアボール。
先頭バッターにフォアボールを与えます。第9球投げました。あーっとショーフライになった。ファルボール。第2球投げました。ボール。投球は3球目。投げました。外れた。ボール。第4球はあーっとショーフライになった。取りました。送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。投げました。1球目ストレート空振り。タイミング合いません。投げた。打った。あっと取れない。センターからサードへ。渡辺、いいバッティングを見せました。バファローズ先制のピンチを迎えます。第1球投げた。ストレートはボール。第2球投げた。スライダー見送ってストライク。第3球を投げた。3球目ストライク。さあ4球目、初球見逃し三振。先ほどのプレーです。ランナー2人を置いて迎えるバッターは鵜飼。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げた。カーブ見送ってストライク。第3球はボール。第4球を投げました。ボール。第5球投げました。打った。1・2塁間へ。ファーストこれは守備範囲内。太田取ってアウト。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。前ワンアウト1塁2塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。3回の表が終わって0対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。この回のトップバッターは石川。投球これから2球目。アウトコース低めいっぱいストライク。第3球を投げました。打った。流し打ち。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは堂上。今日2度目のバッターボックス。投げました。ボール。第2球投げました。打った。強い当たり。入れば先制だ。入った。入った。ホームラン。先制ホームラン。発球は無情にもスタンドへ。失投だったでしょうか。完璧に捉えられました。素晴らしい一発をベンチも祝福。こちらが先ほどの先制のシーンです。バッターは8番大野。第1球投げた。決まってストライク。1球目ストライクから打ちました。打球は三遊間へ。ショートから一塁送球。アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは9番星野。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。さあ次の投球、見送ってボール。第3球を投げた。外角低め、直球は外れてボール。第4球を投げた。ストレートはストライク。第5球投げた。外れてフォアボール。打順はトップに帰って三好。今日はショートゴロとフォアボール。第9球初球から打ってった。サードの左、アウト。スリーアウトチェンジ。4回の表が終わって1対0。前とうとう打たれてしまいました。ドラゴンズ、この回は上位打線から始まります。トップバッターは伊藤。今日はフォアボールとサードフライ。投げた。アウトコース低め空振り。これで追い込みました。投げました。インコース、ボール。第4球を投げました。外のボール引っ掛けた。レフト前ヒット。伊藤ナイスバッティングです。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。バッターは DH の渡辺。第1球投げました。ストレートはボール。まずは外角低め、ボール。投げました。あーっとショーフライになった。ファール。さあ4球目、ここで送ってきました。サード取って1塁へ送る。アウト。ランナー2塁に進みました。バファローズピンチを迎えます。第1球投げました。初球空振り。少し迷ったか。第2球投げた。このボールも空振り。第3球を投げた。三振。福田、全くタイミングが合いません。バッターは5番鵜飼。今日はセカンドゴロとファーストゴロ。投げた。初球はストライク。投球これから2球目。直球ストライク。追い込んでから投げた。スライダー空振り三振。前、見事なピッチングです。
では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。前ワンアウト二塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。5回の表が終わって1対1です。バファローズ敗れました。このようにこの試合は中日ドラゴンズが勝ちました。勝利投手森、西武投手近藤、敗戦投手吉田亮でした。さて本日のヒーローは堂上、本当に今日は大活躍でした。